な感じです。情緒不安定に今度泣きつぶれる。泣きつぶれる。めちゃくちゃいい。くそー、あいつー。めちゃめちゃいいです。いい写真いっぱい撮れたと思います。選定します。さっき撮ったいい写真が撮れました。これこういう。撮影が今午前中と、はい、でこのバーカウンターのシーン終わりましたけど、はい、どうでしたか。ちょっと今日本日、はい、クランクインなんですけど、はい、あの最初からやっぱこう二人芝居っていう言葉ってバーってやり合うので、ちょっとスピードかかるのに緊張しちゃって遅くなっちゃったんですけど、だんだんとミリハちゃんとかとも仲良くなれてきて、はい、なんかいいアンバランスでできてきてるんじゃないのかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいバランスはすごくめちゃくちゃいいコンビだなっていう。嬉しい。はい、初対面だと。そうなんです、初対面。この後ね、あの、はい、中村ゆりかというあの仲いい友達が来るんで、お友達も来られるということで、はい、だから空気感ももっとよくできていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの初めてクランクインしたんですけど、岡田さんがすごい優しく話しかけてくださって、途中からすごいリラックスして臨むことができました。なんかやってるとどんどんその結構リアルな内容になってるので、情景が思い浮かんですごい生々しいなと思いながら演じてました。はい、岡田さんがすごい気さくに話しかけてくださってちょっと人見知りしてたんですけど、すごいあの本当に、はい、はあ、理解で話してくださるのがありがたかったです。セリフがすごい詰まってたりとか、一個が長かったりとか、はい、こう難しくバーッと相手を詰め立てるようなセリフが多いので、はい、それをすごいちゃんと覚えてきてくれて、あんな風にしっかりやってくれて嬉しいなっていうのがちょっと感動があります。はい、いやすごい2人のコンビがなんか初めましてとは思えない。思えないですよね、はい、すごいなんか息ぴったりな感じで、うん、ちゃんと本当先輩後輩に見えるような、はい、イメージ通り、イメージ以上のことしてくれてるなって思って、嬉しく思ってニコニコ見てました。ちなみにあの、はい、ちょっとあの器が塗り込まれてるっていうので、はい、はあ、ちょっとこれは誰から聞いたんですか。ポメラニアンとかの器が器です。そうなんですね、はい、気の毒ですよね。それはじゃあ見ていただいてっていうので、はい、そうですね、はい、楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回龍之介役の木津翼さんです。あら、よいしょ、よろしくお願いします。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 はい、そして YouTuber の、リュウちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。挨拶。おー、すごいね。後で考えてみます。はい、そしてマリナ役の中村ゆりかさんです。お願いします。龍之介来たから、ちょっと待って、初読みなんだよ。やばいやばいやばい、ごめんなさい、全然集中できたらごめんなさい、ごめんなさい、ボケに集中します。お願いします。全部 100% 返していくので頼むね。はい、はい、じゃあ行けば。よーい、はい、お待たせお待たせ。全然待ってないよ、大丈夫だよ。お疲れ様なんで。こんにちは、原です。あ、どうも、ぽん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 、どうも龍之介です。うわー、まさかの見たことあるでしょ。ない。いいから、そういうの本当にいいから。こっからすごく面白くなるかならないか、己ら次第という感じ。感じたこと、はい、でもクランクインしたなっていう感覚に浸りました。でもずっと楽しみにしてて、この作品に入る前まで、はい、なのでなんか楽しいですね、今は、はいはい、これからもちょっとどんどん始まったばかりなんですけど、はいはい、楽しんで撮影挑みたいと思います。見てね。ボン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 、どうも龍之介です。ボン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 、どうも龍之介です。カット。
じゃあこれで今日以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゲストの中村ゆうかさん。まあ、僕は今日はご一緒させていただいたのが中村さんと岡田さんのお二方だったんですけども、お二方ともでもともと仲がいいのか何なのか僕もちょっとあれなんですけど、なんかすごくなんていうんですかね、お芝居に対してというか、なんかアットホームな空気感の中でやらせていただけたなと思って、僕自身も結構女性とちゃんとこうお芝居するのってなかなかこうがっつりっていうのがなかなかないので。あ、ないですか。はい、逆にいつも普段はその舞台とかに立たせていただいているので、はい、あんまりその映像を、はい、ドラマの現場とかに来ることがないんですけども、はい、なんかいい勉強というかすごく楽しい時間になりました。はい、クランクイン無事終わってほっとしてるんですけど、なんかやっぱりスピード感あるドラマにしたいっていうのも監督がずっとおっしゃってたっていうのもあって、あとなんかこうパン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 いくスピード感だったりとか、なんかこうふーっていう、なんていうの、舞台感じゃないけど生感がすごい感じられるシーンがすごく多くて、なんか興奮しました。やるぞって気分になって、でしかもみんなとのシーンだったりとか、りほちゃんとの2人のシーンとかいろんなシーンが撮れて、なんかまた別日も楽しくできるんじゃないかなって思います。すごいなんか初日から現場のムードがめっちゃ良くてすごく楽しかったですし、なんか今後、まだ今日始まったばかりなんですけど、今後回数を重ねるたびにもっとなんか盛り上がっていきそうだなっていう期待感が高まりましたね。なんかすごいテンポ感が良くて楽しかったです。撮った撮った実はご飯ショットワンショットで、ね、岡田結ちゃんという子がね、本当にまた良くてそう、ナチュラルに、はい、テンポ開始がすごくなんか楽しいから、なんかもっとやりたいなっていう気持ち